AP1000 は、ウェスティングハウスエレクトリックカンパニーが開発、販売する2ループ構成の加圧水型原子炉である。これは、アメリカ合衆国原子力規制委員会から、最終設計認可を受領した初めての第3世代原子炉の設計である。元になった AP600 からの発展的改良により、本形式は、設置面積が、ほとんど同等にもかかわらず、 より高出力なモデルとなった。AP1000 の前身である AP600 は、ウェスティングハウス社で1985年に開発が開始された。AP600 は、第三世代原子炉のコンセプトである受動的、安全性を全面的に採用した特色ある設計をしている。受動的安全性とは、自己時に外部からの力を加えることなく、 原子炉を安全な状態に持っていくことができる特性であり、従来の PWR 型原発が備える制御棒の停電に伴う自然挿入等を強化している。例えば、外部からの電力で動くポンプをできるだけ使わずに、上屋にあらかじめ溜めておいた水を重力で流下させるなど、単純な物理作用を利用することで実現される。これと比較して、 従来型の原子炉の多くは、事故発生時には、外部電源で動作する、電動ポンプや運転員の操作で起動する、強制冷却システムなどの、主に外から加えられる操作によって、原子炉を安全な状態に持っていくようにできていた。AP600 開発プロジェクトは、この原子炉に起こる恐れがある、露心損傷事故の発生頻度の目標値を、2012年現在、 NRC が要求している値の1000分の1近くに設定した。AP600 は電気出力が600無へと比較的小さく、出力の割に建設費がかさんで経済性に劣るという欠点を抱えていた。そこで、ウェスティングハウス社は出力を1000無へまで引き上げるよう解説系を行った。これが AP1000 である。その後、 東芝の子会社となったウェスティングハウスエレクトリックカンパニーは主に安全性を上げるよう AP1000 の解説計を続け今日に至っている。2005年12月 NRC は AP1000 に対して設計証明を発行した。これは将来の施行者が建設前に建設運転複合許認可を受けられることを意味した。しかし、これは発電プラントが 設計通りに建設されることが前提であり、それぞれの AP1000 型原子炉は、実質的には、全く同一のものであるべしという条件付きの、ものだった。2007年春、中国国家核海外油断資源開発講師は、4機の、原子炉建設にウェスティングハウス、小グループを選定した。推定8億ドルの資金が動いたと見られている。2010年、NRC は、 AP1000 の初期設計に対して地震やハリケーン、航空機の衝突などといった過酷な外部事象に直面した場合に原子炉建屋や原子炉格納容器が耐えられるか懸念を抱いた。この懸念に応え、ウェスティングハウスは設計を改良した。AP1000 の格納容器の設計に関しても、あるアメリカの原子力コンサルタントエンジニアが設計基準事故において 放射性物質を放出する恐れがあるとする批判を行った。しかし、ウェスティングハウスはその主張を否定した。2011年9月、NRC は改良のために修正された AP1000 型炉における多岐にわたる設計申請の再評価を終わらせた。2011年12月、NRC は本設計を使用したアメリカで一番目のプラントの 着工を承認した。2012年2月9日、NRC は2機の新原子炉の着工を許可した。AP1000 は2ループの加圧水型原子炉である。電気出力1154ムエを予定している。この原子炉は他の第3世代原子炉よりも建設費用が低減できるよう設計されている。これは新たに開発された数々の技術を盛り込んでいるからである。 他の第三世代路と同じく AP1000 も配管、電線、便器工といった機器類の必要数を抑えるように設計されている。標準化とタイプライセンシングも建設期間と建設費用を減らすのに有効と考えられている。AP1000 は従来型のウェスティングハウス第二世代 PWR と比較して設計を単純化したことにより必要な機器類が 以下のように削減されている。AP1000 の設計は、陸上での使用において、現行の PWR よりも、相当に小型であり、コンクリートと鉄筋で強化したために、従来型の5分の1に、鉄筋コンクリート使用量を抑えている。確率論的、リスクアセスメントが、プラントの設計に用いられた。これはリスクを最小化でき、かつ、 プラントの全体にわたる安全性を計算することができる。NRC によると、プラントは最新の研究である W-NULAG-1150 に書いてあるよりも、桁違いに安全になるだろうとされている。AP1000 は露心損傷頻度が最大で2.4117、プラント1期1年になるように設計されている。 AP1000 で発生した使用済み燃料棒は、半永久的に発電所立地内の使用済み燃料プールに貯蔵しておくことができる。使用済み燃料プールでの長期保管により、使用済み燃料棒から発生する崩壊熱が十分に小さくなれば、地下のドライキャスク貯蔵施設への最終処分も可能である。当然ながら、アメリカにある現在稼働中の原子炉で実施されている。 規定を守るることが前提である一般的な動力炉は、熱を生み出す主要な各分裂反応が停止してから、ずっと後になっても、反応生成物の崩壊熱により発熱し続ける。この熱により、原子炉が露心を有するのを避けるため、崩壊熱を除去し続ける必要がある。AP1000 において、ウェスティングハウスの受動的露心冷却システムは、 あらかじめ高圧ガスなどにより加圧して閉じておき、その圧力を解放することで瞬時に動作する弁と、直流電源で動作する弁を組み合わせたものを使っている。事故発生時には、発生から30分以内に動作させなければならないものがあり、これらの弁は、事故直後に対応できるように用意されている。これらは、原子炉運転民が何も対応をしなかった時にも、 自動的に動作するよう設計されている。性的安全系を作動させるために必要な電気系統は外部交流電源や所内非常用ディーゼル発電機に頼らないよう設計されており、また、便は動力に油圧や空気圧を使用しないよう設計がなされている。AP1000 の設計は72時間以内にモーターなどの動力に頼ることなく、 性的に熱を除去することを目指している。その後で備え付けられている重力ドレイン水タンクは冷却が必要とされている間は水で満杯になっている必要がある。AP1000 は第15班から格納容器の構造が変更されている。これは安全評価報告書及び設計承認規則を受けた後で NRC からの許可を得て設計変更をしたとみられる。 その後、改良設計の第17班、第18班、第19班も承認された。2010年4月、アーニー・ガンダーセンは、あるレポートを提出した。その内容は、格納容器を構成する、鋼鉄層の内張りを貫通するという結果になり得るということに関する危険について研究したものだった。彼は、ある半角活動家からの委任を受けた。 原子力技術者である。ガンダーセンは AP1000 の設計において鉄製内装とコンクリートが分離し、もし鉄が腐食して穴が抜けてしまったら、その後には何も受け皿がないと述べた。もし原子炉建屋のドーム屋根に穴が開いて内部の放射線管理区域と空気の流通ができてしまったら、この原子炉デザインでは放射性の内容物が噴き出してしまうだろう。 さらにガンダーセンは、原子炉は、公衆に、NRC が定めた限度の10倍もの強さで、何十もの放射性物質を撒き散らし得ると述べた。ウェスティングハウスの広報担当であるボーン・ギルバートは、ガンダーセンの分析を否定し、AP 線の鉄製格納容器の内張りは、現行型の3.5から5倍、分厚く、また、腐食は、定期点検中に容易に発見できるため、 穴が開くことはあり得ないと述べた。有料する科学者同盟の前スタッフ科学者であるエドウィン・ライマンは主々のコストダウンが実際に達成でき得る原子炉設計は AP1000 と S 部の二つであるとした。S 部とは別の第三世代型の設計である。ライマンは AP1000 を取り囲むコンクリート製遮蔽建屋と鉄製格納容器の強度について 懸念を示し、AP1000 の格納容器は十分な余裕を持っていない、と述べていた。ジョン・マーから、AP1000 に対して、最大の損傷を与える、可能性のある評論が出された。ジョン・マーは NRC で、構造工学を専門に研究していた。2009年、NRC は9月11日に起こった、アメリカ同時多発テロに関連する安全規格の、変更を行った。 それは、すべての原子炉は、飛行機が直撃しても耐えられるように設計が、なされるべきであるという内容のものだった。新たな要求に合わせるため、ウェスティングハウスは鉄板を仕込んだコンクリート製の壁を AP1000 の原子炉建屋にかぶせた。1974年に結成されてから、NRC の委員を務めているジョンマーは、NRC が設計承認を許諾した後で、 初めて自身のキャリアとは一致していない意義を唱えた。その中で、彼は、鉄製の表層を構成するいくつかの部品は、飛行機の衝突によるエネルギーや嵐に巻き上げられ、破片が壁を粉砕するほどに脆いものであると述べた。ウェスティングハウスが雇った工学の専門家チームは、この意見に意義を申し立てた。AP 宣言しろの訓練を受講する、中国人。 中国にある炉は建設されれば世界初の a p 線炉となる。最初の4機分は中国国内に建設された。最初の4機の a p 線原子炉は初期型の設計であり、飛行機の衝突に対する保護機能を高める増強型格納容器が備えられていない。中国は政府の計画として内陸部の原子力発電所開発プロジェクトに a p 線を適用した。 中華人民共和国国家発展改革委員会は、いくつかの原子力開発計画を提示していた。2012年現在、中国核工業集団によると、湖北省のみな、ネイ原子力発電所、湖南省のモモ花江原子力発電所、厚生省の宝卓原子力発電所で AP1000 を採用し、建設を予定している。NDRC は他に、省、 吉林省、関粛省でのプロジェクトへの研究も行っていた。ウェスティングハウス社 CEO のアリス・カンドリスによると、中国は2020年までに現状建設中にあるか稼働中の形で100機の原子炉を保有したいと考えているという。しかしながら、2011年のジオーストラリアン新聞の報告によると AP1000 原子炉は、 世界中のどこを探しても未だに創業しているものはなく本型はまだ証明されていない技術である。ポール・ガーベイはこう述べている。中国にとって大規模に建設しフル創業家に置く前の段階として1機か2機の新型原子炉を建設し試験するのは賢いことである。2008年から2009年にかけてウェスティングハウス社は中国国家核電技術講師や 他の大学と連携して AP1000 を高出力化するための研究を共同して行うという協定を結んだ。この共同研究の結果により、ほぼ確実に電気出力 1400MW の容量増加をされるだろう。結果が良ければ、もしかしたら 1700MW まで出力増強の保証をされるかもしれない。中国はこれらの高出力型に対して、 知的財産権を所有するだろう。新しい大型の設計を輸出することは、ウェスティングハウスの業務提携にとって受け入れられることになるだろう。2009年12月、中国との合弁事業が設立された。中国にとって、皮切りとなる CAP1400 を AVR をもとに、中国が、 自主開発した高温ガスロゲン経路である HTR-10 路の近くにある花の尾山棟、石島湾原子力発電所に建設するためである。建設工事は2013年に開始し、2017年までには運転開始される予定である。2014年5月19日、アメリカ連邦大陪審は、 中国人民解放軍のサイバー攻撃部隊がアメリカの企業に対しサイバー攻撃を伴うスパイ行為を行ったとして中国の将校5人を起訴した。スパイ行為とされた一つに2010年に行われた AP1000 に関する機密情報の入手があった。中国はアメリカに対して同日中にサイバー攻撃は捏造として反論し起訴の撤回を要求を行っている。 2018年6月に三門は世界に先駆けて AP1000 の発輪会を達成した。2015年12月現在、アメリカ合衆国内で建設を予定している14機の AP1000 に対して、建設と条件付け運転の一括許認可の申請がなされており、そのうち4機が許可を得ている。2008年4月9日、ジョージア電力は、ウェスティングハウス社、 小グループと、ボーグル原発で2基の AP1000 原子炉を建設するという内容の契約書を交わした。この新しい原子炉を建設する協定は、DMI 事故が1979年に起こって、以来、初めてのものとなる。ボーグル原発に出された建設、運転複合許認可は、AP1000 のリビジョン18に対して出されたものである。2010年2月16日、 オバマ大統領は、ボーグル原発で2基の AP1000 原子炉を建設するために83億3000万ドルを連邦ローンで保証すると声明を発表した。環境保護団体は、ボーグル原発に建設予定の2基の新しい AP1000 炉へのライセンス付与に反対し、2011年4月に提出された新しい陳情書の中で、 福島第一原発事故の進展についてさらに詳しい情報が入ってくるまで、米国原子力規制委員会の業務として、新原子炉に預かられる許認可プロセスを保留にすることを要請していた。2012年2月、アメリカ合衆国原子力規制委員会は、ボーグル原子力発電所で計画されていた2機の原子炉の建設を認可した。ありがとうございます。